ちょうどの王親子前立制と定時制の2部制からなる定時制の生徒は20歳超えは当たり前その筋からのより良いスカウトを得るため日々喧嘩技術を競い合ういわゆるファイトクラブである あれ以来どうも気分が乗らねえ。おや、怠慢だ。てめえが来いよ。この星一つで成り上がる。そのために親子の看板背負ってんだよ。喧嘩だけは誰にも負けたことがなかった。だから俺は決めた。全国の悪が集まる親子に入ることに。喧嘩に勝つことが全てだった。 だから毎日喧嘩。俺とてめえの違いなんだよ。何が違うんだ。何が違う。三郎と親子と。 拳で俺は何を手に入れた？惚れた。え？